新日本の揚げポッドキャスト。はい、どうも皆様こんにちは。新日本の揚げポッドキャスト。怖い怖い、今スカッとした、拳がスカッとした、ね、新日本の揚げポッドキャストの時間がやってまいりました。レイレイシャマルコでございます。広瀬和夫プロデュース。またスカッとした、怖いからやめて。広瀬和夫プロデュース、こちらマルコマックス。もっと新日本の揚げという落語会を内幸い町ホールで不定期で行っておりますの宣伝のためにやっておりますこのポッドキャストでございますが、まずは私がレイレイシャマルコ、そしてイエーイ立川こちらです。イエーイロックじゃないぞそれ。我々プロデューサーがこちら、はい、広瀬和夫です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。え、ロックじゃない、ロック。いや違う違う違う、なんですかイエーイって。今高橋だったなんで急に なんか入れようと思ったらイエーイになっちゃった。ちょっとダサい感じになっちゃった。イエーイイエイめっちゃホリデーかどっちかだった今。前までロックしてたけど、急にポップスになっちゃいましたけれどもね。マルちゃんはさ、定号変えるとかないの？定号？霊霊車ですよ。変えないの？なんかズルズル来ちゃってますね。定号ってどのタイミングで変える？だから普通はね、まあ柳屋子さんの弟子ならその柳屋でいいじゃないですか、ところが霊霊車に関しては、借りてる名前なんですよね。あ、霊霊車自体が。そうなんですよ。だから本当はあの林家みたいに、だから総領弟子が春風亭流暢じゃないですか。春風亭はそれ芸協からちょっと借りてね、あの、林家はこれも根岸から借りた名前なんで、弟子に林家はちょっとねつけるあれなんで、ちょっと春風亭つけさせてもらっていいですかみたいな感じで、そういう経緯あるじゃないですか、借りてるという、だからうちの総領弟子は前提武将ですよね、だから霊霊者つけなかったんですよ、まあその下からはもう平気で名乗ってますけども、鈴之助からね下は霊霊者丸子で平気でやってますけど、本来はちょっと霊霊者というのはお返しする名前なので、増やしちゃいけないんじゃないかなという気持ちはあるんですけども、まあもうねバフも最高顧問だし、文句言うやつ誰もいねえから、まあ、いっかなと思って俺たちのもんにしちゃえみたいな、いっかなと思って、丸子をそのままやってますけどね、霊霊者丸子で。どっから借りてるんですか？古今亭のはずですね、だから家紋もその鬼塚古今亭の、紋をつけていいよと芭蕉師匠に許可はいただいてるらしいんですけど、俺がその借りてるっていう状態がさ、その返すとか返さないとかっていうのがどういうことなの？返すってことは返した瞬間名乗ってた人はもう使えないってわけじゃないじゃん。名乗ってた人は使えるわけでしょ、はい、例えばその古今亭がね、いや霊霊者はやっぱりうちだからうちで使いますって言って、使い出したところでさ、借りてたこっちがさ、なんか謝るようなものでもないしさ、本当に今名前の基準っていうのが、持ち主の基準っていうのは全然わかんない、そうでしょ、具体的に決まってないじゃん。その落語協会が管理するのか、一門が管理するのか、遺族が管理するのかでも本当バラバラで、そうだよね、それぞれやってるんで、だから何とも言えないですね。だからその借りてるっていうのもさ、言う必要ないんじゃないもん。そうなんですよ。で、あの先代の馬夫、ね、まあ、もちろん亡くなってますけど、その遺族という方がいて、でそこにね、あのお中元お歳暮送ってたんですよ、ところがその遺族もなんか急に連絡取れなくなっちゃって、あれ俺帰ってきちゃったよみたいな、だからどこに筋を通せばいいのかわからないんですよ、この霊霊者っていう、チューブラリーになっちゃってるわけ、よくわかんないんですよ。ここんても多分言わないでしょ、バフに名前返すなんて絶対言わないでしょ、言わないですよ、えチューブラリーってことはじゃあ俺名乗っちゃっても大丈夫かな。うん、いいですね。いいですよ。そう、メリットないです。メリットないです。霊霊者こしらいけるかな。メリットないな。勝手に解明してもいいんじゃないですかね。だってバフ秘書のとこ行けばいいんでしょ。すいませんと、ちょっと霊霊者名乗りたいんですけどっつって。またややこしいです。立て替わりから引き取ってる人がいますからね。またややこしいことになりますよ、これ。めんどくさいでしょ。すごいことになりますよ。面倒なことになるか。あんちゃんもさ、とか言われますよ。誰に教わったのとかね。おうおうおお、誰の問題なんだそれ。そんな嫌な顔するんですか。いろいろありますからね。ね、前は二人いたんですよ。一人死んじゃったんですけどね。おい絞られんじゃねえかどんどん。二人の時はすごかったから。やめとけよお前。その二人は仲悪かったんですか。ああ、悪
かったですね。またそのそこと直弟子も仲悪かったりしますからね。直弟子、ね、カオスだね。そうで、なんかこっちはね、馬王派みたいになったりしてますからね。馬王って言っちゃった。お前言っちゃった。お前下手だな。馬王馬王派なんすか。馬王いっぱい稽古してもらってます、うん、まあね、だからあのネタの系統力と私立川流ですよ。どちらかというとね、立川流のネタ多いですからね。え、東京の宿とかもうゾロゾロなんてもう家元の形ですから。あ、すごいね。まあ立川流としては認めないと思うんですよ。いや、あいつのは家元の形じゃないから、それを引き継いだやつも家元じゃないみたいになるだろうけどね。まあ立川流の中で一番認められてないのが俺だからさ。お前よりも立川っつうのはでもどうなんですかね。もう立川流の人しか名乗らないですかね。まあ話が来たら僕は相談乗りますけどね。僕は俺が窓口でいいならね。うん、芸協に行った方もいますし、ね、そう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 、お弟子さん増えてますからね。うん、ああ、そうか、そうか。今後関しては芸協の立川、芸協の立川はどんどん増えていく。芸協の立川、ね、あれ増えそうですよね。増えますね、これは。一、うん、人辞めたんですよね。辞めたみたいですね。へ、すごい有能なね。有能前座さんいたんですけど、いや僕もよく知ってる。でもさ、ええ、一応そのね、寄席という組織に入ってさ、ええ、そこでね、すごく輝いてる師匠なわけだから、はい、そこに弟子入り今後あるっていうのはさ、うん、もう簡単に想像できる未来じゃない。だから増えるだろうね。でそれに対して多分増やすなということを言う人が戦えるようにいないと思いますね。いないでしょうね、うん、とね。そうだから、そもそもで言うと桂なんてね、髪型の名前じゃないですか、うん、それがまあいつだか知らないですけどね、明治なのか大正なのか、うん、こっちに来てから、うん、今こんなにこんなにカツラ増えてるわけですよね。だから、うん、うちだって文字付けいるぐらいだからね。まだいるんですか。まあ、うちって言い方がひょっとしたら語弊があるかもしれないけど。実はね、その文字というのもね、この間襲名ありましたけども、うん、先代の遺族という方がね、うん、ちょっとね、うちに筋がないのよみたいなことはね、おっしゃって、あ、これはいいや。これはいいや。まあまあ、面倒なことになるからね、この話はね。いやいや、というのはね、うん、僕がいつも、宿代わりに使ってるさ、宿代わり宿代わりに使ってる兄弟子がさ、東流亭に今度変わるって言って、東流亭、あー、聞きました、名古屋で、雷門、雷門から、うん、まあ、帝国変えるっていうね。そうそう、東の竜。あ、何なんですか、東流亭。何なんですか、なんで変えたんですか。まあ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 、いろいろあったんでしょう。雷門さんですから。雷門を勝手に名乗るな。いや、でも、もともと雷門にいた何師匠だっけ。古福師匠の上、うん、上がいるんですよね。上ですよ、ね、うん、一人いて、その下に古福師匠っていうのがいて、その古福師匠のもとに立川流を辞めた、シカゴ、古福、うん、この二人が入り直したんですよね、うん、で入り直して、雷門という帝号を名乗って名古屋で大須演芸場で、活動してたんですよ。で、こっちは大須と思ったけど、考えてみたらあそこ寄席だからすごい講座数あるんですよね。立川流の寄席なんか比べ物にならないぐらい、しかもほら2回回し3回回しだったりするから、うん、で芸人の数が少ないから、あ、1日に3公演とか4公演とか自分の講座番号、ね、出番があるんですよ、うん、だから話聞いたら、あ、すげえここ修行の場としては大須演芸場って、俺ちょっとバカにしたけどすごかったんだなと思って、まあリニューアルしてからはね、仕組みが変わりましたけども、それで、まあ、僕はその事情をいろいろ直接聞くことができたから、あ、やっぱこれ修行の形態としてはこれはこれで正しいんだなと思いながら聞いてたんですよね。で、しばらくして、それこそみんなそこそこ名古屋ではね、みんな普通に生きてくれるぐらい仕事してる。びっくりした。すげえ貧しいのかと思ったら、全員ちゃんと生きていけるぐらい営業の仕事もあって、そうなんだ、やっぱ芸人の数が少ないっていうのもあるんでしょうね、うん、だから芸がいいかどうか別話はしてない、俺は、うん、そこはちゃんと言っとく、芸、はい、がいいかどうかの話はしてないです、はい、まあ同業者だしね、先輩だから言いづらいし、あ、言いづらいような芸なんですね。いや、そう、そこは広瀬さん、そこは言ったらさ、そっちになっちゃうじゃんよ。いや、わかりました。深川兄さん別荘持ってましたからね。そう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 、別荘、うん、海の近くに、そこになんか赤いスポーツカーみたいなの置いて、うん、自分でいじりながら、そう、バーベキューやって芸人呼んでっつって、いい暮らししてんのよ。すごいっすね。まあそんなのがあって、あ、そうやってやっていくのかなと思ったら、この弟子が入ったのよ。
まあ大久が弟子取った後、誰にシカゴさんに、え、本当、うん、え、弟子取れるんですか。だからそれいいんですかって言ったら、うん、いや髪型的にあそこって髪型も来るし、東京の芸人も来るからごちゃ混ぜになるんですよね、うん、で髪型的なルールで言うと年数で決まるじゃないですか、新打ちがないから、そう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 、だからそうすると髪型の人が来ると新打ち扱いになるんですって、年数的に雷門の芸人がみんなで、東京の人が来るとどっちなんだって2つ目の枠に入ってたりでしてたんだけれども、最近はもう真打ちの枠としてその寄席でもやってるっていうのが経営が変わっちゃいましたからね、大仙芸場が。あ、じゃあ立川流みたいに2つ目になったとか真打ちになったとかそういう宣言はないわけ。特にないままずっとやってたんです。前座のままなんですね、うん、前座のままなんです、ね、そうだから僕は講座に出た時に僕は前座だと思ってますけどねって言いながら講座では喋ってますけ ど、ね、でもそのほら誰が決めるっていうことになるわけじゃないですか、はいはいはい、でその時に立て替えるの場合は自分で名乗って昼目をやってってなるけれども、大阪のルールで言ったらそれこそ年数で上がったりとかっていうのがあるから、なるほどなと思って、要は周りがどう扱うかで名古屋の人たちって自分のポジションを決めてるみたいなんですね、今見ると。でそれまではその東京の寄席に名古屋芸人が入る時2つ目の枠だったのが今真打ちの枠に入ってると。だからこれは真打ちなんじゃないかなみたいな。で、広めやってよそしたらと、真打ちの、そしたらこっちも真打ち扱いできるから、いつまでたっても前座だよ俺からしたみたいなことをね、講座で言うよ俺は。でもそれでそうなって、しかも立川流の前座だからな。おいおいおい、今のは許さんぞ。なんだ今のは、君立川流の前座だから立派って言った。うん、許す。弱いですよ。そんなのがあってね、はい、あ、じゃあ真打ちなの俺なのかなと思ったら、うん、今度弟子取るんだって言うから、うん、あ、弟子取るならもう本気なんだこの人と、ちゃんと真打ちとしてね、うん、やってくんだと思ってしばらくやってたら、いや名前変えることにしたからって、って、まあまあ詳しくはね僕も聞かなかったですけれども、うん、弟子が入ったタイミングで名前変えるってさ、うん、それなんかあったんだろうなと、うん、だって弟子に雷も名乗らせたんだもん、うん、してつくんでしたっけ。そう、うん、それがこう名前変わるって言うから、なんかあったんだろうなと思って。何があったんですか。何が、そこはもう事情通のマルちゃん、マルコさん、いや直接聞いたわけじゃないですけど、この辺のこと知ってるからこそのマルコさん。そう、それ以外何の価値もないんだからね、ね、お前は本当芸能ゴシップだから、まあ、ゴシップ記者としてここにいるんだから。どう考えても、ね、うん、それは本家というか東京のね、うん、方からクレームが入ったんでしょうよと。そうなんだ。ほら弟子を増やして、その雷も増やしてはいかんぞと、うん、え、なんで増やしちゃいけないの。それは知りませんよ。ほら心持ち一つで、そこまでお前さちょっと話聞いてきてよ。 そしたらね、それは芸術協会ってことですか、うん、いや、まあまあ芸術協会しかいないですけどね。だからそしたら、じゃあ立川流から、うん、じゃあお前んとこも立川増やしてるやんけという話になったら。そうだね、ね、広瀬さん正しいわそれ。立川増やしとるやんけ。それはだからその立川の本家を名乗るという人がね、うん、もしいたとして、うん、でその人が芸協に行った師匠に立川を名乗っちゃいけないよというクレームが入れば、それはその議題にはなるんじゃないですか。だから立川を名乗ることは許してたわけでしょ。じゃあ大丈夫です、まあ、許してたっていうか、でも家元が亡くなってからだから許したとは言えないのか。まあまあ許す許さないの期間がないですね。ない、ない、ね、うん、まあまあ少なくとも、素人のね、うんうん、なんか月謝払ってる立川っていう人はいなくなりましたよね、うん、そうだね、うん、C コースとかなんとかそうですね、なくなったけれどもね、全国に立川なんかいっぱいありましたけど、それがさ増やすなって言うんだったら、うん、その名古屋にさ、はい、いた幸福師匠、はい、にシカゴ、そう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 、幸福が入った時にその段階でね、つくクレームじゃんそれって。だからそこまでは許してたのかな。それだ、何なんだろうね、うん、そこまでは許すけど、そこから先許さないとかさ。だからあんまり先のこと考えてないってこと、ね、明言されてないじゃん特に。そうですね、うん、あんまり誰が言い出したのかとかね、それもありますよ、うん、ある時までは雷もこの人が一番力持ち、あーなるほどね、今こうだとかね、あ、政権が変わったわけだ、うん、というのあるかもしれないし、高速無料じゃねえんだみたいなことだ。そうだ、ね、なるほどね、うん、名前曖昧なんですね。そう、曖昧なんです、ね、あ、名前って面白いね、そうなるとね、まあ、喧嘩するの嫌だから変えるってことでしょ、うん、いや、で、
東流亭っていうのが、はい、あの何なんですかそれって言ったら、うん、今誰も使ってない名前で、うん、この東流亭の名前を持ってるのが系統として持ってるのが龍馬師匠なんだっつって、度胸亭が持ってる亭号らしいんですよ、この東流亭が、だからもうキーマンとしてがぜん龍馬師匠がこう持ち上がってきてでもそれはじゃあ立川流やめてったシカゴを認めたってことになる。いや認めたっていうか別にそんなに辞めてった人に関して立川流の中ではあの一部の人は過剰に反応してますけれども全体的にはそうでもないっちゃそうでもないですよ。うん、普通に辞めた人と交流あるなんていくらでもあるし、ただ向こうが嫌がりますね、辞めた後立川流から出たのにこっちと付き合うっていうのをちょっとやめ嫌がったりっていうの、向こうっていうのは出た側、出た本人じゃなくて出た本人が、本人、うん、マグナムさんとか、マグナムとかほら仲良くやってんじゃないですか。そうじゃなくてあのそうマグナムのちょっと上の人とか今ほら満喫師匠がいないからちょっと喋りづらいわけよあの人がいるとちゃんとカバーしてくれるから喋りやすいけどね、喋りづらい、あ難しいですね。そうそうそう、だからそういう人もいたりして、やっぱりそれぞれですね。あのマグナムだって立川流のなんかイベントがあると必ず余興でマグナム呼んだりとかっていう風に、ね、うん、じゃあマルコさんが弟子を取って霊霊者を増やすのは大丈夫ですか。まずいんじゃないこれ。で文句言う人いないですからね。それはバフ師匠が生きてるうちだよ。おお。そして、うん、今は古今亭で一応じゃあ一番偉いのは芭蕉師匠なんですか。今はいや新京師匠じゃないですか。だって芭蕉師匠っつってたんですさっき。あそれ仙台の。ああ仙台の話。そうそう、なるほど。だからそれがほら政権交代した時にさ。でもほら。そうですよ、ね、うん。でもあの一派の、はい、まあ、馬派の、はい、あの総帥の名前でしょ、芭蕉師匠、はい、はい、だからほら、うん、九蔵問題の時に、はい、林家で一番偉いのは、はい、正蔵師匠なわけですよね、うん、っていうことだったじゃないですか。まあそういうね、そういう立ち位置からの見方もあると、そのもの、クレームでしたよね。で柳家で一番偉いのは小三師匠なわけですね。そうですね、はい、ってことでしょ。そうです。としたら、今の芭蕉師匠が何か言ったらってこと可能性あるんですか。で新京師匠が一番偉いっていうのは年季の問題、年季ですよね。ですよね、ええ、でも年季で言ったら正蔵師匠よりも上な林家の人もいるですよね。いますね難しいね、ルール決めができないから、ね、すごくいっぱいいますよね。小三師匠と小三治師匠や馬風師匠とどっちが偉いのかって。いやだからね、喧嘩すんなってもう面倒なことになるから、マリちゃんが本当にちゃんとやれよお前らお前らって誰ですか。いや誰ですか、肖像師匠で言ったら今誰言った。ここもさねえ、お前もって言えばいいのにさ、まあ、それ誰の真似。いや真似ってわけじゃないですけどそれはちょっとやっとけば済むことをやらなかったから、ね、やらなかったっていうかね、うん、ねね、えあるでしょう、ら揉めるんですよ、ね、黄色にだけ言っときゃいいとかさ、そういう話じゃねえだろうと、ね、黄色にだけ余計なこと言っちゃったな、またらでさっき止めたのにねらで止めたのに、お前自分で止めたのにアクセルまた踏み込んじゃうんだもんな。ああもう、ああやだああやだやだ、らよりごまかしにくい自分でブレーキ踏んだのに、うん、下手くそだねお前、お前運転下手だね、入ってますよ、うん、まあまあまあ、でもそういうのもさ、あと50年もしたらさ、こんなことあったねっつって、俺なんかの下の世代がポッドキャストで笑い話にすんだぜ、うん、前はくだらねえことやってるなーって、あのバフン師匠がね、バフン師匠がさ、バフン師匠が自分の弟子に名前つけちゃってさ、取り上げられたのよ、霊霊者ミーマとかって、でも弟子じゃないって言ってたけどなーっつって妹弟子でしたね失礼しました、ね、いやだから面白いよね。でもその名前の権利を誰が持ってるっていうのが、うん、いつまでもあやふやなまんま進んでいくこの業界が面白い。適当なところもね、一回整理した方がいいですよこれは。もう本当に誰っていうことをさ、うん、だってこんなに揉めるって分かってるのに誰も何ともしないじゃん。だから立川談志という名前はどうなんですかね。いやそのあとっていう、まあ、これから談志を名乗りたいってやつが生まれて初めて揉め出すと思いますよ。だから慎太郎さん、ゆうこさんが、いや誰なのか、龍馬師匠かもしれないしね。龍馬師匠でないことだけは
度胸亭じゃないですか。そうだけど一応総領だからね。またねちょっと面倒くさいのがね、うん、あの自分から言い出せないんですよこういうのってね、うん、絶対自分よりも上の人が継いだらどうだと、うん、俺が貢献になってやるよって言って初めて動き出したりするからね、うん、じゃあ志らく師匠が小志らさんに、うん、男子継いだらどうだって、うん、あそうそうそれはありですお前男子継いだお前どうしてじゃん、それお前なんだっけ名前、それ真似してるの、そう楽屋のうちの人そっくりだからいやそんなに人の目見ないしこの辺見ながらもうついじゃんお前でいいじゃん、眼鏡かけ眼鏡かけね、なありえます、ね、テレビに出てる志らく師匠って楽屋のまんまですよね、そうですねでも楽屋よりもちょっとあのオンにはなってますね、状態が、うん、楽屋ほどオフじゃないです、なるほど、ね、まあ言われたらね、男子を考えなくちゃいけない、じゃあ志らくさんに誰かが男子ついちゃえばって言ったら、じゃあそれ例えばね、うん、例えばですけど、うん、由美子さんが、うん、志らく師匠に言いそうだけどね、ついだって言ったらどうなんですか、ついちゃえばって言ったらどうなんですかね、そこは多分一問からクレームが来るでしょうね、うちの師匠が断るでしょうね、まずは、うん、あそうすかね、うん、いやいやいやって言いながら、うん、遺族が言い出して本人が OK して反対する人がいなければ進んじゃいますよね、うん、進むよね、反対する人はいっぱいいそうですね、いやだから反対したところでなんですよ、そこにも法的な拘束力は何一つないわけよ、うん、だからその炎症問題ですよ、うん、法的な拘束力はない止めなというね、うん、約束があってそれを、まあのこの間もあの健康師匠との会で対談でも言ったんだけど、うん、あの結局円楽五代目円楽師匠が亡くなるまでは誰も文句つけなかったんですよね、うん、円楽師匠は宝楽に炎症を継がせますって新聞に出て、うん、それが既成事実としてずっとあって、うん、まあ、もう21世紀落語誌でも書きましたけれども、うんね、でまだ読んでない方は ねあので円楽師匠が亡くなったら途端に円相師匠が、うんあのそれは許されない暴挙だ言い始めたんでしょで止めなんなってるはずだってなったけど、それのでも法的根拠は何もないと、うん、だから止めなだって言っていた方ね、こうだからあれにも結局法的根拠はないんだって教室先生とかも言い出したじゃないですか、うんね、だから法的根拠がないのに止めなだって言うか言わないかって誰がその時力を持ってるかなんですよね、結局 そうなんですよ、ルールが何一つないんですよね、その時の権力者に全て委ねるしかないみたいな、だから円楽師匠がもうちょっと健康で長生きしてたら多分七代目円相になってましたよね、宝楽師匠ね、あの流れだったんだから、うん、そうセットだったわけだから、楽太郎が円楽、そして宝楽が円相、それは認められたままだったから、だからそうすると立川流の場合は、誰が持ってるのかって話になる、まあ、例えばその、まあ、シミュレーション的にね、はい、じゃあ由美子さんが言って、はい、うちの師匠がやろうとなって、はい、じゃあ私がなりますとなった時に、まあ、談春師匠とか、はい、あと志の輔師匠、はい、この辺りがいやおかしいだろ志らくって言い出す可能性がシミュレーションとしてですよ、シミュレーションとしてね、うん、あくまでもあるかもしれないですけれども、今うちの師匠をあれだけテレビでレギュラー持ってるわけですよ、うん、それがいや私男子名乗りますって言ってマスコミが男子名乗りますって記者会見をして、うん、で男子になりましたって発表してしまった時に、うん、あのその後の揉め事としてはありますよ、うんうん、あの志の輔男春は認めてなかったらしい、うんうんうん、もうこれは芸能ゴシップとしてね、ゴシップとしてあるかもしれないけれども、名乗ってスタートしたらもう男子じゃんそれって、うん、だからあの誰が弟子の俺が師匠やめてくださいと男子名乗らないでくださいって言ってもそれはもういや俺男子だからってやってたら、うん、じゃあ誰が止められるのよってことで、そういうことですね、うん、うん、これこそあの坂本一成とかのさあの辺の話進化世代衆、あそこにかなり近い話になってくるんだよね、だ大部分の人はやっぱり落語なんか知らないわけだから、うん、志らくが男子になったへーってだけなんです、うん、そうそう、で認知されちゃったらもう無理でしょ、うん、多くの人が納得しちゃえばもうそれで通っちゃいますよね、納得も何も知られちゃえばですよ、うん、だ例えば僕は全然その分かんないですけど、あの
松之丞さんという方が、うん、そんな知らなくはないよ白山とかっていう名前をそんな知らなくはねえよ確か継いだらしいって話が最近あったような気がするんですけど、あやつやなわけねえじゃんこの人でひょっとしたらですよ、うん、あの芸風で、うん、あの系統のあの芸人が白山おかしいだろうって話がどっかでくすぶってないとも限らないじゃん、うんうん、でも我々講談会のこと知らないし、うん、だから部外者にとっては松之丞ってやつがいるよねっていうだけで、うん、ラジオもで大きい名前ついたらしいね、でしかもラジオも聞いたことないし、うん、まして講談なんか聞いたこともないと、うん、でも松之丞ってなんかやたらチケット取れないらしいよねっていう人たちが、うん、白山って名前ついたんだって言ったらへーっていうだけだよ、そう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 、ね、でそれがいや白山をね松之丞継ぐのはおかしいんだよ本来って誰が言っていようが、うん、圧倒的にみんながへえ松之丞って言う人が、うん、強調する場面がおかしいんだよ白山という名前を継いだらしいねって終わるわけだからそれは、うん、あの志らくさんのことをねだって、うん、落語ぐらいやれよとかっていう、うん、いるいる今バカって言いそうになったんですけど、いやいやそこは間違ってないですよ、いやバカで、うんうん、あのあんだけ落語やってる人に対して落語見たことも聞いたこともない人が、あのでも志らくって名前知ってて、うん、だってテレビで落語やってるとこ見たことねえよとか言うね、でだからそれが男子という名前ついた時に男子の落語だって聞いたことないわけだから、うん、そう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 、だから志らくがなんだよ男子男子って言ってたのが本当に継ぎやがったっていうだけになるわけですよ、ね、うん、そうそう、志らくさんにはまだ男子早いんじゃないでしょうかみたいなこと言い出すやついるよ、うん、もう早いも遅いもねえんだ男子にはみたいな、そうだからそういうことも含めるとやっぱ名前って結構みんな大事にしてるじゃん、うん、俺も弟子の名前さネーミングライツ出した時上から怒られたけど、やっぱ名前とか帝王とかってすごい大事にするけれども、大事にしてる割にはルールが全く定まってないのかな、うん、その辺がね落語家の俺面白いなと思うところなんだよね、いや本当にね、うん、だって元三遊亭円楽が林家正蔵なわけですよ、うん、だもうそれ林家も三遊亭も何なんだ、それこそ新庄師匠だってね根底じゃなかったりするわけじゃないですか、もともとはね、だからそういうそのこだわるくせにいい加減っていう、ね、あとマイナーすぎて知られてないですけどね、うん、三遊亭をお金で売ってる人いますからね、マジで、うわお金もらって三遊亭名乗らしちゃってね、誰ですか、まあ、一回あのね理事会でねも問題になったんですけども、落語協会ってことですか、落語協会の理事会でね、まあ、どこの理事会を見れるかって言ったら落語協会の理事会しか見れないからね、丸ちゃんそこまでは介入できないわけですよ、一回売っちゃったもん、あ一回売っちゃったもんはしょうがねえになるんだ、だからそのプロとは認めないけども、はい、使ってもしょうがないと、まあまあそれはもうすごいね、その真打ちのね自主性に任せるみたいな、ね、そこのなんか幅広さもすごいね、うん、取り上げちゃえばいいと思うんですけどね、うん、取り上げるまでしないんですよね、二代目林薬蔵ってそれはもう落語協会抜けた人ですからね、あなんかほら違うその名前名乗った人がいる、そうそう九州にいるんですよね、そこにはクレームつけなかったのかって話なんですけどね九州だからいいですかね、分かんないですけどね慣れてるから理路整然としてないところが、この世界の魅力だなと思うんだよね、急に言い出したりしますからね、うん、いやでもね今後やっぱりどんどんルール作りができていっちゃうんじゃないかなと思って、うん、そうしてほしいですよ、ちょっと僕は寂しい、うん、マルちゃんはルール作りしてほしいんでしょ、そうですね、教会預かりとかね全部こうまとめてほしいですよ、うん、それはさほら効率がいいとかさ風通しがいいからじゃん、はい、俺からするとそういう混沌としてるところが面白いのよ、でその混沌としてるところで揉めてしまうところが楽しいんだよね、俺はマルコさんが立川名乗るってどうですかね、勝手にですか、いや、うん、小白さんからもらう、うん、もらう、馬風師匠とねだから立川談志、はい、兄弟弟子なわけだし同じ柳家子さん、だから俺が馬風師匠と話をすればいいんだよね、馬風師匠がね、まあ、遠い将来、うん、お亡くなりになったはあ、はあね、一門は誰が引き受けることになるんですか、一門はね小三師匠ですか、いやそれはもう武将師匠ですよね、小三師匠が柳家のトップなのに、小三師匠は柳家のトップですか、で馬風一門はなぜか馬風一門で下についてますけどいや柳家のトップそれが分かんないなんでそこ変なねじれ国会みたいになっちゃってるの
あのフジテレビと日本放送の株みたいな、うん、あそんな感じだね。ねじれてるね。日本放送の株ってことだね。日本放送買っちゃえば全部仕切れるみたいな。そうそうそう、フジテレビ買えちゃうよみたいなね、うん、じゃあ前提武将よりは偉くないけど柳家小三郎よりは偉いってことですね、うん、小三郎は。うん、もうちょっとわけわかんなくなってますけどね、まあ、総帥は、6代目小三ですから、小三治師匠と幕府師匠どっちが偉いですか。どっちが偉いってね、まあどう見るかですよ。落語協会的には最高顧問幕府の方が、うん、まあ、偉いですし、世間的には国宝の方が偉いわけじゃないですか、うん、国宝より偉い人がいっぱいいるわけですよ、じゃあそうです、ね、落語会的にはね、そこが面白いんですよね、いっぱいいます、ね、そう、うん、昔の人はだってね、男子師匠もそうですけど、交番っていうのすごいこだわったわけですよ、はいはいはい、先に真打ちになれば上がれると、うんうん、抜けるっていう、うんうん、だからうちの師匠も交番大好きなんですよ俺は理事だから上げろ、会長だから上げろ、最高顧問だから上げろ、割も上げろ割も上げろそれで上がってきたんだ。 もう一番トップです今。でも会長だからって上がらないんでしょ今は。そうでありました一番師匠、私の師匠が、会長に、なる前後ですね、会長の時かな、うんうん、交番は変えないでくれと下の人から、下の人から、要望が、昔は全部交番上げたんですよ、で一朝師匠とか雲助師匠とかも、理事だった時に交番がバーって上がったんですよ、やりづらいと、前座さんが、現場の声、前座さんが先に俺にお茶を出すんだよと、先輩よりも、やめてくれと、ということで、理事をお辞めになった時に交番元に戻したんですよ、そうなんですか。でもうちの師匠とか、うん、交番大好きな人は、うん、戻さないわけです。あげろ、あげろ。まあ、もともと理事も辞めてないですけど、うん、あげろ、あげろ。上がった人と、上がって下がった人と、うん、混在してるわけです、ね、そのまま会長になった、交番でいうと、なんか真ん中ぐらいに会長がいるわけです、落語協会。すごいことになってるわけですよ。そうですよ、探すのが大変。探すの普通は左上から探せば、最高校ってなるけどね、最高校で、うん、あ、会長ねって分かりやすい。なるほど、なるほど、なるほど。真ん中にいるんだ。うん、交番で並んでる。会長が。そこ行くと立川流は、はい、いくら前座が長かろうが、うん、いくら落語が面白くなかろうが、うん、先に入門した人の方が最終的には偉くなる、うん、だその偉いっていうのも結局その組織内での発言力という偉さなのかなというと、意外と立川流はそうでもないんですよね、うん、交番が上だからって言って発言力があるかっていうと、うん、そうでもないですね。交番がでも上っていう人ももう少ないじゃないですか。少ないですけど、その結局多数決になっちゃうんですよ。あ、まあ、組織がないから。そうそうそう、一意見この人が言ったからもう全員従うかって言ったらそうでもないし、うん、逆に下の意見が多数決で取られることもあったりするから、その交番が上で偉いっていうのはもう本当に形上偉いというだけで、そこに権力は何も集中してないですね、立川流に関しては。立川流の場合はでも本当に、うん、龍馬師匠がいて、前馬師匠がいて、まあ、文字付け師匠も一応としても、うん、まあ、前馬師匠と龍志師匠と段四郎師匠、はい、もうあとは段光師匠もいないから、はい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 、もうあとは志の輔師匠になるわけですよね。段之助師匠、おお、あの人も落語家ちょっと広瀬さん、そこのフォローを僕にさせないでください一番不安定なのよ誰かいねえ、誰かいねえとか、誰かいねえ、誰かいねえまるちゃんはあんたもフォローしなさいよ、よくやってんだからさ落語やってないから、スーパーヒーローの人ですよね。スーパーヒーローの人ですよ、そうそうそう、着替える人ですね、うん、そうそうそう、まあ、末広亭がね、ヘッドスライディングする人です末広亭が立川留学作ってて、うん、で、それ段之助師匠が仕切って、そう仕切ってんの、ね、うん、で、あの、必ず5日間自分がお入りなんですね、うん、段之助師匠、うん、あの、芸協に入らないんですかって聞いたら、うん、芸協に入るとこの枠がなくなって女性に出られなくなるから、うん、俺はここでいいんだって立川留学じゃないじゃないですかそれスーパーヒーロー枠で ね5日間出てますから。そうかそうか、なるほどね。そう、でもそうだから、それで言うと、あ、そっか、じゃあ段之助師匠が偉いわけでもないってことですね。志の輔師匠よりも。ああ、なるほどね。そう、だからそこはね、なんか立川流は今はまだね、そこの要は理事会もなくなっちゃったしっていうのがあるから、そう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 、ね、特にその上の人が言ったから、まあ上が、ね、上がないんだから。そう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 、上という、うん、あの年季が上の人はいますけれども。上の組織というものはないですね、うん、まあでも名前がね、そんな揉めるのはもう男子ぐらいですからね、うん、そうだよね、ぐらいですかね、
でしょ、うん、だから遠い将来東流亭はすんなり行ったわけですもんね。東流亭はね、うん、龍馬師匠がそういうことね、誰も反対しない。そうそうそう、うん、まだ何個かあるんですよね多分、うん、快楽亭は、快楽亭はね一人持ってっちゃってどっかいなくなっちゃった人がいるんで快楽亭、いやでもね、度胸亭が持ってるっていうのがさ、俺からすると面白い話でさ、そ何その度胸亭が東流亭を持ってるっていう違う名前じゃんと思うのに、ね、持ってるって系統としてそこが持ってるっていうね、うん、そうですね、うん、へ面白いなって、ね、名前は本当面白い立川、ね、で一場所の後の会長どうなんですか。唐突に放り込んできましたね、うん、まあある程度あれで水面下での話はあったりするわけですよ。いやいや全くそういうのは聞かないですけど、まあ世間的に見ればね、うん、世間的にも我々も理事会の外ですけど、うん、まあ副会長がいらっしゃるんだからそのまま上がるのかなとかね、繰り上げてっていう、うん、思うのが普通なんじゃないですか、うんうん、副会長どなたですか。副会長は林家正蔵師匠ですよ、うん、あなるほど、じゃあそういうことなんですか。世間的に見ればね、世間はそこまであまり見てないですけど、ね、ね、落語のお客さんという世間から見たらね、そうそうそう、そこ、ね、まあ、社団法人という組織であり、うん、会長がいて副会長がいて、うん、ああそういうもんなのかなと、うん、まあ思うでしょうね。正蔵師匠は会長になったら副会長誰なんですか。誰なんですかね、わかんないですよね、うん、もう余計なことは言わないっていう目になってるから、うん、広瀬さん無理です。今日は掘れないです、はい、彼は。ありがとうございました、うん、これはね、なんですよね、はい、なんかこの間理事が増えましたね、誰が、三座、福の城、白州、演歌言ってたやつね、まあ、誰が、三座、菊の城、白州、演歌、演歌、演歌新しい、うん、で、ここにですね、漢字だったか、漢座だったかで、無月亭清丸氏が入りになったんですよね、うん、どういうことなのかな、ね、どういうことなんですか。まあ、売れてて人気実力がある、あ、そういう人たちが工場に上がれば、ね、ね盛り上がるだろう、あ、なるほどな、この売れてて最初に行った4人の理事、うん、あ、ごめんなさい、この5人のうちの4人の、あの言い方難しいですけど下手くそだな、売れてて面白い4人と、いやいや、まあね、あれと思ったんですよ、うん、あ、ということはこれは、なんか決めるときに柳家の一票なのかな。そうでしょうね、うん、新日本のアゲポッドキャスト